食事とクイズどんどんパパクイズ。はいどうも、祝日はポッキーの日が好きなマヨです。建国記念の日が誕生日のフレキです。新しく M の日を制定した M です。今回は祝日クイズ。日本国内国外問わず世界にはいろんな祝日があるよね。 MS スタジオのメンバーがどれほど祝日を分かっていくかクイズで試していくよ。さあ MS スタジオの開演だ。はい、では祝日クイズ出題者は健和で行いたいと思います。この中の祝日はどれでしょう。第1問、丸1フットボールデー、丸2ボクシングデー、丸3ベースボールデー、丸4カポエラデー。この中で1個あるってことです。1個だけ祝日があります。はい、では一斉にオープンしましょう。せーの、はい、3、4、1、4、3、分かれたね。じゃあまず1番のフットボールデー、マヨさん。国によるだろうけど、そのスポーツの歴史の長さ的にありそうだなと思って。じゃあ丸さん、ベースボールデー、フレキさん。いや、MS スタジオで、いや、この中でやると言ったらベースボールなら確かに、ね、確かに、ですからね、確かに。そして丸4カポエラデーを選んだ M さん。なんだろう、その名前を聞いたことがあるような気がする。なるほど。なるほど。では、正解の発表に移りたいと思います。正解は、2番ボクシングデー。いや、そんなもんでしょ。そんなもんでしょ。で、しかも俺、2って書いて、マリアさんでって書きました。どんまい。一応解説しますと、ボクシングデーとは、別にスポーツのボクシングをする日ではありません。クリスマスの次の日をボクシングデーと定めており、ボックスから来てる日です。ずるい。はい。これの、ボクシングデーという名前から、まあ、スポーツだろうということでダミーの日を用意しました。ボクシング違うじゃないですか、これ。なるほどね。まあ、確かに、プレゼントね。では、第2問。1、フランスデー。2、スウェーデンデー。3、オーストラリアデー。4、ブラジルデー。はい、では一斉にオープンしましょう。せーの、はい、2番、1番、おフランスデー。じゃあフランスデーを選んだ2人、なぜフランスですか？1か4になんか聞いたことある気がする。一番なんだろう、こういう国名で言うんだったら結局なんだ、規模のでっかいのも祝日に指定しそう。フランスの方には非常に申し訳ないんですが、偏見で行くと、すっげえフランスいろんな祭りやってそうなイメージがあるの。じゃあ丸にスウェーデンデーを選んだフレキさん。さっきの話の流れで、スポーツの日で、ボクシングデーで実はボックスでしたと。これも実は国の名前だっつって、スウェーデン、スウェットなんですよ。あ、スウェット。スウェットね。まあ、さすがにおめでとうねえか。しかもデンってないって。あ、じゃあそんなこと言ったら私どもラフランスかもしれないし。あ、なるほど。洋菓子。はい、はい、では正解に行きたいと思います。正解は丸さん、オーストラリアでーす。かすりもしないじゃねえか。かすりもしないじゃねえか。誰もかすんねえ。オーストラリアで。はい、こちらオーストラリアの建国記念日に当たります。ああ、建国記念外した。こちらオーストラリアデーでは、ある奇妙なレースが開催されています。ゴキブリレース。おお。ゴキブリをレースさせる。ゴキブリをレースさせる。あれですか、プロプってチーがつくカサカサした物体ですか。ああ、そうですか。そういう珍しいこともやっているという、オーストラリアの建国記念日でした。なるほど。はい、続いて第3問。丸1メロンの日、丸2オレンジの日、丸3マンゴーの日、丸4リンゴの日。はい、では一斉にオープンしましょう。せーの、はい、2番。はい、じゃあ一番メロンの日、フレキさん。ふと、ボボ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 ボ
このなんか、なんだろう、なんか難しい、もう完全に適当なんだけど、メロンは国内、マンゴーまだ国内ある、リンゴ国、オレンジってなんかアメリカのイメージある、実はこれ国外のあれなんじゃないかっていう、ね、むしろオレンジが一番世界中ありそうな気がするんだけど。あれだよ、みかんだってあれで静岡がめっちゃ作る、静岡県だから俺、確かみかんとオレンジって別だから、果物。はい、では3のマンゴーの日を選んだマニョさん。マンゴーって踊りまくるし。はい、では正解の発表いきます。正解は、はい、1、メロンの日です。おお、やっと1人当たったな。やっと当たった。だって1回なしに 1でもあり3でもあり。はい、こちらメロンの日はトルクメニスタンの祝日になります。どこ、トルクメニスタン、トルクメニスタン、こちらで独裁政権を担っていた大統領がメロンが好きだったので、メロンの日を作りました。おお、メロンの王様だ。彼は好き勝手やって24個祝日を作りました。おお、すげえ。メロンの日が作れる。メロンの日作れる。独裁政権で M の日ができる。はい、では続いて最終問題となります。1、ウルトラスペシャルデー、2、ハイパーミラクルデー、3、グランドファイナルデー、4、インフェルノヘルデー。さあお答えください。いや、これ無理。なんだこれ。インフェルノヘルノって言うとあれ、無限の地獄で、めっちゃなんか煉獄してる。はい、では書けましたでしょうか。はい、で一斉にオープンしましょう。せーの、4番、1番、2番。はい、では1番ウルトラスペシャルデー、ゆきさん。もう1でいいや。ウルトラってスペシャルだね。ウィークだったらもうスペシャルウィークで選んだんですけど、スペシャルウィークね。はい、じゃあ2番ハイパーミル2番ハイパーミラクルデーを選んだ M さん。もう本当になんもない、なんかミラクル起きてそうだから2番。なるほど、じゃあ4番インフェルノヘルデー、マヨさん。なんか最近感染旅行なんとかなったなと思う。ちなみにインフェルノも地獄っていうです。あ、煉獄か。はい、それでは正解の発表に行きたいと思います。正解は3番グランドヘルデー。かすらないな、この人たちな。すごい、かすらないな、この人たち。こちらオーストラリアンフットボールリーグの、つまり優勝決定戦の日の前の日を祝日とするものですね。決勝前夜祭みたいなことが。これがオーストラリアでは大変人気のスポーツになります。オーストラリアンフットボール、どういうフットボール？フットボールなんだよ、うん、フットボールのすげえやつ。なるほど。はい、じゃあちょっと振り返っていきましょうか。1問目全員外れ、外れたね。2問目全員外れ、外れ。3問目なんとか当たりました。4問目全員外れ、外れたね。なんか全然かすってない。選択肢4つで3つ選んでるんですよ、はい、1個くらい当たらない、まあ、1個当たったけどこんなに外れる。全然かすらんじゃんね、かわしていく能力があったあ、分かった。祝日仕事。祝日？何それ。私たち最初から祝日に嫌われてるんだよ。というわけで、まあ祝日クイズやってみたけど、マニョどうだった？祝日ね、もう全然わからなかったね。てかもう、あの日本の祝日問題に出されても答えられる自信がありません。ではフレキ。そうですね、合宿で見直そうかな。メロンの日ね。メロンの日ね。あとメロン食べたい。メロン食べたいね。てか何だったらマンゴーも食いて。マンゴー食べたいね。もう俺も全然もう答えられない。なんか聞いたことありそうだ。いろいろほざいておいて、かすりもしね。もう祝日なんて知らん知らん。はい、というわけで祝日クイズでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter 公式 LINE はこちら概要欄から。では皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。キモいのまた出てきた。なんで、キモいか天才やろ。キモい、キモい、キモい。マンボウ、キモい。マンボウじゃないもん、それ。